りました。ガモヨン TV ナビゲーターの柳田拓也です。佐野優子です。最近は暖かい日が続いて春本番までもうちょっとって感じですね。なんだか心がウキウキしてきます。はい、そんな心躍る春を前にガモヨンでは様々なイベントを展開しています。今日のラインナップです。はい、まずは2月にオープンしたフラダンス教室ガモヨンアロハスタジオをご紹介します。アロハスタジオにはハワイの雰囲気がたっぷりです。先ほどガモヨンのハワイに行ってきました。そしてガモヨンの今月のイベントを3つご紹介します。まずは現在開催中のもっとガモヨンです。今回もお店自慢のメニューをいただいてきました。また上等区役所の新庁舎が完成し、それをお祝いしようとガモヨンのお店が様々なサービスを用意しました。期間限定サービスで得しちゃいましょう。さらに3月21日からはガモヨン肉祭りが始まります。ガモヨンでは初めての肉フェス、どんな内容なのか取材してきました。それではフラダンス教室から行ってみましょう。はい、今からご紹介するガモヨンアロハスタジオは私たちが今いるこのビルの2階にオープンしました。教室の雰囲気やフラダンスの魅力を取材しようと私もフラガールになってきました。せーの、カーカー、はい、カーこんにちは。アロハ。皆さん早速なんですけどレッスンの様子を見させてください。はい、どうぞ。皆さんいい表情ですね。フラダンスを習い始めたきっかけって何なんですか？あ、すごい楽しそうに踊ってるのを見て自分もちょっと中入ってやってみたいなと思って。あのフラダンス気にはなってたんですけどちょっと太ったので健康のために雰囲気とかどんな感じですか？雰囲気すごくいいです。私まだ先月からやりだしたんで4回しか、今日で4回目だけど、雰囲気先生がすごいにこやかで褒め上手で。じゃあ最後にあのフラダンスを習い始めてなんか心の変化とかなんかありましたか？日常生活の。あのこの前も子供に母さんなんかすごい楽しそうって。ありがとうございました。ありがとうございます。踊っている時の皆さんの表情がすごい素敵で印象的でした。 ありがとうございます。生徒の皆さんにはいつも笑顔で、踊るようにって言ってるんですが、みんなの笑顔を見る時が一番幸せに感じる時なんです。生徒さんの年齢層とかってどのような感じなんですか？はい、下は6歳の女の子から上は85歳のお姉様がいてくれてます。すごい幅広い年齢層で。そうですね、はい、みんな元気に踊ってくれてます。実は私の母親もこのフラダンスを習っていて、私が大学進学で家を出るときに寂しさを紛らわすために習い始めたんですけど、私が実家の山口家に帰ったときに一緒に踊れるようにぜひ教えてください。すごいお母さん思いなんですね。一緒に頑張っていきましょうか。はい、じゃあですね、もうあの気軽にね、はい、あのリラックスして動いてみてください。じゃあ、足は全部カホロなんですけど両手は腰です。足軽く開いてください。お膝をちょっと緩めますね。はい、このままカホロです。右2つ左2ついきます。せーの、右2つトン、左2つトン、右2つ開いて目を囲みます。右手、ここからアウエア、どこにいるのって、どこにいるのか探してみましょう。アウエア、バレオエ、クウレイナン。おー、うまい。次それでは本番。
佐野さん上手ですね。こっち来て。あなた私、あなた私、二人横斜め前向き笑顔。はい、OK。フラダンス初めてやったんですけれども、一つ一つの動きに意味があって、もっと深く知ってみ、やってみたいなと思いました。ぜひ、教室待ってます。来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。教室をここに開こうと思ったきっかけって何なんですか？あちこちのレンタルスタジオを借りてフラダンスのレッスンをしてたんですけれども、地元ガモヨンに小学校の頃からずっと住んでたんですね。で、この辺でずっとガモヨンでやりたいなって思っていたので、物件を探しているところ、ここが私に巡り合ってくれて、で、ここの教室でやろうと思ったんですね。ガモヨン育ちなんですね。はい、ガモヨン大好きです。最後に教室の PR をお願いします。はい、年齢や経験に関係なくフラダンスの楽しさをみんなに広めたいと思います。みんな来てやー、イエーイ。皆さん、はい、チーズ。ガモヨン TV。 お母さん、ゆうこ踊れるようになりました。一緒に踊ってね。はい、ほんまに踊れるようになってました。はい、うまかったですよ。はい、続いてはこちらのドレッシングを使ったオリジナルメニューでガモヨンを盛り上げるもっとガモヨンです。9つのお店が自慢のメニューでお客さんを迎えています。今日は2つのメニューをご紹介します。まず最初のお店はバシタン。ここでドレッシングを使うんですね。あっはっ、川崎さんのお茶目な一面を見たところでドレッシングを丸々一本使い切っちゃいましょう。完成したのはチキンのアップルマスタード焼き。家庭の味をイメージして作ったんだとか。いただきます。すごい柔らかくて、マスタードの匂いするんですけど辛くないので食べやすくて美味しいです。続いてはカフェロガモヨン。どんなオリジナルメニューなんでしょうか？ここにドレッシング入れます。出来上がりが楽しみですね。出来上がり。リンゴドレッシングが入ったブルーベリースムージーです。いただきます。ブルーベリーの中にリンゴの風味がほんのりして美味しいです。ガモヨン TV。 ボストンのチキン、これ僕も食べたんですけれども、3時間ドレッシングに漬け込んだ鶏肉、これがまたうまくて柔らかかったですね。そうですね。ねえ、もっとガモヨンは3月21日まで行われています。お店を回ってシールを集めると素敵な景品がゲットできます。その抽選会の模様は後日この番組でお伝えします。さあ、続いては城東区役所の新庁舎完成を祝う特別サービスのお知らせです。城東区役所が新しくなり、3月14日から通常業務が始まりました。それに合わせて13のお店が特別サービスでお客さんを迎えています。今回のイベントの発起人はこの方でした。区役所新庁舎完成を祝おうと思ったいきさつを教えてください。はい、城東区でお店をさせてもらっているんですけれども、その城東区に、あんな素晴らしい建物ができるということで、近隣店舗みんなも一緒にお祝いしようじゃないかということで始めました。今回この企画に合わせてこんな地図を作りました。13店舗の店主さんの似顔絵が入ってます。こちらの店舗でさまざまな特典メニューや割引サービスが受けることができます。これはかなりお得ですね。いいですね。
区役所の新庁舎完成を祝う特別サービスは3月31日までです。最後にガモヨン初の肉フェス、ガモヨン肉祭りのご紹介です。肉フェスがブームの中、ガモヨンでも3月21日から1週間にわたって開かれます。肉祭りには33のお店が参加、期間中ガモヨンに肉汁があふれます。それでは肉祭りを先取りしちゃいましょう。まずはビストロネンネ、シミックハンバーグです。こちらが肉祭りの特別メニューです。ハンバーグの上にカルビが乗っています。ハンバーグとカルビ一緒にいただきます。焼肉の香ばしい匂いがします。美味しいです。ハンバーグとカルビ両方一気に食べれるなんて贅沢で、本当に大満足です。ではいただきます。大きいですね。どんなハンバーガーなんでしょう。すごくジューシーで美味しいです。美味しいハンバーガーですね。はい、実はいつもカネノネバーガーっていうハンバーガー出してるんですけど、そのハンバーガーとは違って、お肉が実はラクダのお肉なんです。全然わからなかったです。ラクダです。硬いってイメージあるんですけど、ラクダ、すごいジューシーですね。柔らかくて美味しいので、ぜひ食べてみてください。肉祭りを行おうと思ったきっかけは何だったんですか。はい、もともと最近カレー祭りとかガモヨンバルとかいろいろやってるんですけど、また何か違う食のイベントをやりたいなと思ってて、で最近肉フェスとかそういうのが流行ってるんで、まあ、それにちょっと乗っかってガモでも何かできないかなと思ったんですけど。肉祭りの楽しみ方を教えてください。そうですね、ガモには新旧本当にいいお店がたくさんあるので、行ったことないお店でもチケットが不要なんで、お気軽にワイワイしながらスタンプラリーもやっておりますので、そちらも楽しんでいただければなと思います。最後に意気込みをお願いします。はい、今回の肉祭りのキャッチフレーズが、お肉食べに行く、はい、はい、肉にかけて、はい、お肉食べに行くっていうことにしてるんですけれども、33店舗ありますので、いろんなお店でお肉楽しんでいただけたらなと思います。肉汁あふれるイベント、僕個人としても大変楽しみな大型イベントとなっております。ガモヨンは肉祭りとともに春を迎えることになりそうですね。そうですね、3月はイベント目白押し、全部のイベントを楽しんでくださいね。それでは今日はこの辺でお別れです。カモンガモヨン、バイバイ。ご注文何になさいますの。チャンネル登録、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 チャンネル登録ですね。チャンネル登録お願いします。いやー、ありがとうございます。ガモヨン TV、 チャンネル登録お願いします。はい、バイバイ。やっぱり良くないな。ガモヨン TV をご覧の皆さん、こんにちは、カネノネです。はい、4月の1日に実は2周年を迎えることになりました。ありがとうございます。そして今年も3日間 3days でイベントやっちゃいます。まずお昼のメニューから、フルーツティー何杯飲んでもらっても200円です。超お得になってます。はい、そして夜はワインのボトルが1本2000円、普段3500円なんでね、すごい安い。そしておまかせのカクテルが1杯200円でやりますので、ぜひぜひ来てください。4月中はね、日本酒もワンコインでいろいろ今種類入れようと思ってるので、ぜひぜひ1ヶ月遊びに来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。